シャーソク率前、皆さんこんにちは。これ高校大学で弓道をやられてた人にですね、聞くとですね、本当に多い指導で、離れを出す時ってどうやって話しますかって言われた時、どうやって離れ出すように教わりましたかって言ったら、あ、親指を弾くように話してくださいっていうふうに言われましたっていうふうに言われたんですけども、この内容について正しく行う方法について解説をしたいと思います。親指を弾く離れが合ってるか合ってないかっていうのをこうお話ししたいと思います。結論から言うと、これは三つ掛けの場合だったらまあ合ってます。ただ意識したらダメです。これどういうことかって言ったら、まず三つ掛けと四つ掛けで離れをやる時の出し方っていうのは違ってます。ただ共通して言えることっていうのは何かっていうと、このまあ三つ掛けね、と四つってあると思うんですけども、ちょっと漢字がね、四つ掛けってあると思うんですけども、はい、これ共通していることがあるんです。まず、共通している内容を先に言うと、手首を外に回すことです。手首を外に回すと、はい、手首をまずと外に回すようにして話すのがまず基本です。離れと。離れというのは横に動かし続けるって、こう外に回すと。で、どうしてこれが外に回さなきゃいけないのかというと、人間の手というのは、こう伸ばして引き続けると手って外側に回りやすくなっているからです。これがもう理由です。だからこの動きが関節に負担がないんです。だから手首を外に回すように出すのがまず基本です。だから言葉として、弓道の離れを指導するんだったら、右手首を外に回して離してくださいっていうふうに言うのがまず正しい指導です。で、その上で、この親指を弾くようにっていうのはなんで出ているのかというと、四つ掛けの場合だったら、薬指がここに間に入るので、手首の角度がちょっと平付け気味になります。なので、意識としては右手首を外側に回したらこれ出てます。ところが、三つ掛けの場合はですね、薬指っていうのがここにあるわけですよね。ここじゃなくて、下にあるわけです。だから手首の角度がちょっと縦に向くんです。まあこれ、右手首をちょっとひねるようにっていうんですけども、この右手首をこういう風に内側に向けて、縦に向けて、これで外側に回そうと思うと、こうなるじゃないですか。ちょっとこう、手首が起きるように離れるじゃないですか。これがいわゆる親指を弾く離れの出し方なんです。だからこれはどういうことかっていうと、こうやって弾いた後に、こうやってやってダメなんですよ。こうやって話しちゃう。よくあるのが、こうやって弾いて、引き分けのところまでは右手首をひねって、離れの時にちょっと緩ませる。これやっちゃダメです。なんでこれやっちゃダメかっていうと、ここに当たったり、ここに当たったりしやすくなるからです。この弦というのは、弓に対して弦がこう右にありますよね。横に引いて、さらに離れた時にさらにこう出すんですよ。さらに引っ張りながら離していくんですよ。そうするとよりつるっていうのが、この弓に対してよりひねりがこうやって弓がかかるんで、こういう風につるが返って、この湯返りっていう運動が起きやすくなるんですね。で、ここでもしここでピタって止めて離しちゃったら、つるがそのまま直線に来るんで、こう耳に当たったり腕に当たったりするんですよ。だからこの親指弾くようにってこうやって出しちゃう。本質は右手首を四つ掛けの時も外に回すし、三つ掛けの時も外に回すんですよ。で、三つを外に回した時っていうのはこうなるんで、その時に、親指が弾くように動くっていう意味でございます。だから、正しいやり方っていうのは、まず、胸の筋肉を開いて、で、体重しっかり落として、で、この状態で手首ひねってください。そうすれば力入らなくなりますね。これ例えば、ひかがみ伸ばしましょうって言って、巷の弓道でよく言われる、ひかがみ伸ばしましょうって言って、伸ばして、前かがみにして、手首ひねってください。肩に力入りますね。そうではなくて、ひかがみを伸ばして、胸の筋肉も開いて、で、開きながらこう手首ひねってください。そうすれば力入らないですね。で、このまま持ってきます。で、こう離れ出しますよね。で、離れに入ったら、ここでこういうふうに離れ出すんですよ。このまま横に引いて、右手首を外に開いてみたら、こういうふうに親指を弾くような動きになりますよね。だから、親指を弾くように離す離れというのは、親指を弾いた感じにならないのが正しい離れなんですよ。親指を
弾いた感じにならないんです。のが正しい親指を弾くような離れでございます。はい。でも高橋さんこういうふうに言われましたよと。なんか先生に親指を弾くからグッとここで持ってですね。そしてこういうふうに出すようにするんだっていうふうに言われたことがあるんですけどって言ったら、その先生は間違えてますね。それはもう表面だけの弓道をやってる可能性が高いです。どうしてかっていうと、申し訳ないんですけども、湯がけって控えがついてるじゃないですか。で、貝に入った時に、こういうふうに親指が鶴にこう引っ張られて、鶴によって親指が手の中にこう入る力出ますよね。で、鶴って控えがついているので、硬かった鶴がこういうふうに上がったら、元に戻ろうっていう力が働くじゃないですか。湯がけって最初親指ちょっと下に向いてるじゃないですか。それが鶴の力で起き上がってきたら、よりこっちに戻ろうっていう力出ません？だから、かけの力によって親指は弾くんじゃなくて弾かれるんです。自分で親指の筋肉をこうやって動かして弾くんではなくて、鶴によってこの湯がけが手の中にこういう風にこう入れば入るほどこう戻る力って出るじゃないですか。それで離れが出てるだけなんですよ。もう一回言いますよ。湯がけっていうのはこうありますよね。はい。まず胸の筋肉を開いたら手首って下に落ちにくくなるんです。むしろ胸の筋肉をこう開いたらこうちょっと伸びやすくなるんですね。これはここの骨の位置やここの骨の位置が補正されるから。で、そのまま引いてったら親指こう立つわけですよ。で、こっからですよ。こっからこう鶴の力でこういう風にこう上がっていくんですけど、この親指を上に立てれば立てるほど、中指と親指がグッてつきますよね。で、ここグーッとついてて中指もこうやって引いてきますよね。そうするとこの親指っていうのはこうやって力がかかり続けて、こうはならないので、親指はここの硬い、控えの硬い力によってこっちに戻る力が出るんです。そうするとこれが親指を弾く離れになるんです。だから親指を弾く離れというのは自分で親指を動かすんではなくて、掛けによって親指の弾いた感じが得られるんです。自分では親指を弾いてるように思うんですが、実は湯がけがやってくれてるんです。ちゃんと弾けば。それになると正しい親指を弾いた離れになるんです。自分から弾きに行ったらダメです。自分から弾くと肘が下に降りるんで、矢がまっすぐ行かなくなったり、ここに当たったり、ここに当たったりします。だからそういう教え方はやめてください。特にこれ弓道の経験者、長年経験やってて、特に弓道の指導者で、中途半端になんかこう自信持っちゃってる人とか、こういう風に教えちゃう人いいんです。やめた方がいいです。親指を弾く離れは絶対にやめた方がいいです。親指を弾く離れをやるんだったら、どうやってやればいいのかって言ったら、まず、この、ふくらはぎの筋肉っていうのをしっかり落としてください。ふくらはぎの筋肉を落としたら、胸ってこういう風に動かしやすくなりますから。ね、ふくらはぎの筋肉、つま先立ちにして硬くしてください。そうすると、こう大きくなるでしょ？こうやって乗っけたら、こうやって動かしやすくなるでしょ？ふくらはぎの筋肉をまずしっかり乗せる。で、胸の筋肉を広げて親指を立たせやすくしてください。あとはこれで引き続けてください。掛けのこの力によって、こういう風に出ますから。はい。これが正しい、親指を弾く離れです。はい。こういう風に、姿勢から弓道の体の使い方を考えていけば、半年半弱であったりとか、右手首をひねるとか、引き続けるときに右手首をこういうふうに起こすようにするとか、立てるようにするとかっていう、正しい立て方や正しいひねり方や正しい離れ方っていうのは繋がって全部できるようになりますので、ぜひやってみてください。まあこれね、正しい弓の引き方で無理なく体を使って弓が引きやすい感覚を得たいなら、私と一緒に月末のオンラインセミナーにお越しください。以上です。ありがとうございました。弓道の価値観を変える。チャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。